はい、皆さん、こんばんちは、カズナです。本日も実況プレイ始めていきたいと思います。前回確か、羊たちを牧場に連れていくようなことをしたと思うんですが、その後に、ちょっとだけ約2時間ぐらいかけてですかね、2、3時間ぐらいかけて、作りました。はい、それがこのトロッコです。2時間もかかってるか、1時間ぐらいでトロッコ作ってみました。じゃあ乗っていきましょう。あ、なんか目の前に 無人で走らせたトロッコが、まさかまさか、お帰りなさい。これでね、その羊の場所まで行けるという。これちょっと今遅いですけどね、実際はそこまで遅くないんだけどな。こっち使えばいいのか。こんな感じ。基本的にはここのレールで、こっち側は止まってます。こっちにもチスト作っとかないとな。よいしょ。じゃあ壊して、まあ中にあるんでね、チストは。よいしょ。乗りたい時にでもそのチストを開けれる位置にしたいな。無理か。まあこの辺に置いとこうかな。よいしょ。こんな感じで、お家に入れてます。今んとこね、まだ出会ってない、このワールドでは出会ってないのが、猫と犬かな。鳥は一応出会ってますね。猫は今まで一回も出会ったことありません。いろんな人とね、やってるのとかも関係なしに一回も出会ったことあ、材料持ってくるの忘れちゃった。みんなの餌を持ってくるの忘れちゃった。ちょっとカット取りに行きます。あ、取りに行くついでに紹介した方がいいのか。イエーイ、ふー、楽しんでる。 めっちゃ走って楽しんでる。あんまりないか。あんまり育ってないですね。これがなんか、自動で、麦が取れちゃう自動のやつです。 全自動ではないね。さすがに種を植えるってことは自分一人じゃできない、で自分の手でしかできないんで、あれなんですけど、持ってくるの忘れちゃった。よいしょ。おいよ。畑から農作物を、またトロッコ乗っていかなきゃ。みんなのご飯を、ご飯だからこっちだった。 小麦、なんかカラカラいってる。その辺にいんのかな。いない、珍しい。
結構ね、私はジェットコースター大好きなんですよ。また来た。あの辺とかもね、まだ全然 作った道とかまだ通してないから。ということで、持ってきたので、ここはね、なんか鳥小屋っていうわけでもなく、特に何もない部屋なんですけど、こっちがね、一応羊部屋って感じかな。おめえ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 いつも言ってます。こっちが牛部屋です。牛も結構増えたな。最初2匹しかいなかったんだけど、今こんだけ。間違った。ごめんなさい。ごめんね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 。まあ、牛はなぜ育てているかっていうと、家畜用なんで仕方がないんです。基本的に、あれ忘れてきちゃったかな、ハサミを使ってね、毛を刈ってるんですよ。で、増えすぎた時に刈ってますね。うん 言い方がおかしいかな。刈ってる、刈る、基本刈ってますよ。戻せない。ハサミはね、すぐ作れちゃうからね。って言ってもそこまで必要じゃないんだろうけど、はい、ハサミで刈ってる。こんな感じね。はいはい。で、特に今は青とかカラーを増やしてますね。赤とか。ピンクはまだできてないんですよね、実は。こんな感じかな。で、こいつらにも一応ね、子供を作ってほしいんで、人に分けてます。はいはいはい。すーげー羊たち。しかないじゃん。あ、終わっちゃった。どんだけ子供増えたんだ。あ、水色できた。おー、いいね。多分ね、なんか色はいろんなので作れるらしいんですよ。例えば紫とピンクとかで、紫とピンクじゃない、紫と青を混ぜると紫の塗料になったりとかするらしいんですけど、自分はね、なんか自然の色っていうかを大事にしたいと思ってるんでねっていう 謎の言い訳っていう謎のことですね。で、今はなぜ牛とか家畜してるかっていうと、まあ武器を強化するために、その牛が必要らしいんで、今それは詰めてますね。で、その間、じゃあ牛が育つ間は、基本的に最近ここの下のところですね、ここに見つけた洞窟に入ってます。ここ結構いっぱいあるっていう中なんですけど、
今日はちょこっとだけ紹介。これひょ。ちょこっとだけってか、本当はあんまりこの格好っていうか、こんな状態で行くのはあれなのかもしれないですけど、ちょっと今日は新しく行ってみたいところがあるんで、そこを目指していきたいと思います。えい。行けるかな？これ行けなかった。行けなかった。ちょっと足りなかった。よいしょ。さあ戻ってきて、今回はそのリサそこの地帯に行きたいと思います。何地帯？マザリザ、この黒曜石っていうのが必要そうなので、ちょっと12個ぐらいで足りるのかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個か、多分10個。よし、ちょっとやってみよう。おやすみ。はい、おはよう。ってことで、じゃあ服とかも着用していかなきゃいけないと思うんです。なんで久々に服と下と頭で、多分剣と何が必要なんだっけ。あ、ツルハシとか必要か。木とかも必要かな。木棒棒が必要なのかもしれないですね。今回本当に全くもって情報のない場所に行ってくるので、どんな感じになるかワクワクドキドキしてたまらないんですよね。もう簡単に言うとアクティカってやつですよ。このワールドでどんな風になるか。この辺はいらないかな。石炭も64個あれば大丈夫だし、この辺もこんだけあれば大丈夫。もうはいらないな。あれ、ベッド必要じゃないか。あと食事だね、多分食事が大事だと思うんで、じゃがいもかパンでいいと思うんだよね。いっぱい持っとこう。よいしょ。もっとです。パンと黒曜石と、あと一応火打ち石かな、これかなが必要なはず。よし、じゃあどこに作ろうかな。あそこでいっか。なんかあそこの方が良さげ。作っていこう。
初めてなんでね、どういう風に作るかわかんないですけど、確か こんなちっちゃくはなかったか必要なのかな。ちょっと一回調べてこようか。一回だけクリエイティブモードでやったことはあるけど、それ以来はないし、詳細を覚えていないですちゃんと話は聞いてたと思うんだけどね。そこまでネザーに多分興味が。あ、何やってんの。でも大丈夫か。あ、できた。あ、うわ、どうしよう、怖い。でも行かなきゃ。よし、行け。ご視聴していただき誠にありがとうございます。チャンネル登録はまだ登録してないでしょうか。まだですっていう方は画面のチャンネルボタンっていうボタンを押してみてください。無理ぽっていう人は下の赤いボタンから登録可能です。もし次回も見ていただけたらなと思っております。では以上、カズナでした。バイバーイ。